信濃の国の召し至る僧、宝家を受して、二つの眼を開くること、第十八。今は昔、信濃の国に、二つの目、しいたる僧ありけり、なおば、妙生という、召しいなりといえども、日夜に、宝華経を読受す。しかるに、妙生、七月の十五日に、金具を打たむがために、いでてゆく間、深き山に惑い入りて、一つの山寺に至りぬ。その寺に一人の十字の僧あり、この召し至る僧を見て、哀れんでいわく。何時、何のゆえに来たれるぞ。と、召し至る僧を答えていわく。今日、金具を打たむがために、ただ足に任せて、惑い来たれるなり。と、十字のいわく。何時、この寺にしばらくいたれ。我は用事ありて、ただいま里にいでて、明日帰り来たるべきなり。我帰りて後、何時を里に送りつけむ。もしその前に一人いでば、また惑いなむとす。と言いて、米性分を預け置きていでぬ。また人なきによりて、召し至る僧一人寺にとどまりて、十字を待つに、明くる日来たらず。おのずから里に用事ありて、逗留するなり。と思いてすぐるに、いつか来たらず、預けを聞けるところの、少しの米、皆尽きて、直物なし。なお、今や来たる。と待つほどに、すでに、三月来たらず、召し至る僧、すべき方なくて、ただ、宝華経を読受して、仏前にありて、手を持って、果物の葉を探り取りて、それを食いてすぐすに、すでに十一月になりぬ。寒きこと限りなし、雪高く降り積みて、都にいでて、木の葉を探り取るにもあたわず、飢えしなむことを嘆きて、仏前にして経を受するに、夢のごとく人来たりて、告げていわく。何時、嘆くことなかれ。我、何時を助けむ。と言いて、果物を与う、と見て、サメ驚きぬ。その後、にわかに大風吹きて、大きなる木倒れぬ、と聞く。召し至る僧、いよいよ恐れをなして、心をいたして、仏を念じ奉る。風やんで後、召し至る僧、庭にいでて探れば、
梨の木、柿の木倒れたり、大きなる梨、柿、多く探り取りつらむ。これを取りて食うに、その味わい極めて無膜して、一二かを食いつるに、上の心みなやみて、時期の思いなし。これひとえに法華経の原力なりと知りて、その柿梨を多く探り取り起きて、日の時期としてその倒れたる木の枝を折り取りて、たきて冬の寒さを過ぐす。すでに年明けて春二月ばかりにもなりぬとおぼゆるほどに、里の人らこの山におのずから来たる。召し至るそう人来たるなりと喜び思うほどに、里人ら召し至るそうを見て説いて曰く、あれは何者ぞ、いかでここにはありつるぞと怪し人えば、召し至るそう先のことを落とさず語りて、十字の僧を尋ねて問うに、里人ら答えて曰く、その十字の僧は小僧の七月の十六日に里にしてにわかに死にき、と召し至る僧これを聞きて泣き悲しんで曰く、我これを知らずして月頃来たらざることを恨みつと言いて、里人の友に尽きて里にいでぬ。その後ひとえに法華経を読述す。しかる間病に患う人ありて、この召し至る僧を生じて経を受せしめて聞くに、病すなわち癒えぬ。これによりてもろもろの人召し至る僧を消えすること限りなし。しかる間召し至る僧ついに二つの眼飽きぬ。これひとえに法華経の霊言の致すところなりと喜びて、かの山寺にも常にもう出て仏を礼拝苦行寺奉りけりとなむ語り伝えたるとや。